こんにちは、 YMC 株式会社よりみつ修一郎です。今日はですね、フィリピン解剖学実習で実際にやろうとしている企画をどういうふうにやるかっていうのを手順を説明していきたいと思います。で、これなんですけども、実際肩関節拘縮の評価と運動療法っていう本があります。肩関節について詳しく書かれた本です。で、この中の記述でちょっと一応確認しますね。はい、じゃあこの中の上腕二頭筋で行ってみようかと思います。それでは上腕二頭筋長頭腱についてですね。で、これを緊張させるために肩関節を軽度内転移から伸展外旋を多動的にすると上腕二頭筋長頭腱が伸びるというふうにこの本の中には記載があります。なので、まあ、この上腕この結節関節を触りながら外旋で、で、伸展ですね。で、さらに、伸展と外旋ですね。内転、軽度内転かな。こういうところですね。こういうふうにすると、かなりこの上腕二頭筋、長頭腱が伸びるっていうふうに、この本には記載があります。で、実際、まあ、伸びてます。伸びているんですけれども、これを皮膚を剥いだ状態で、じゃあ、ここの上腕二頭筋、長頭筋、まあ、ちょっと三角筋とか被ってるでしょうけど、まあ、三角筋が、まあ、大丈夫であれば三角筋を取って、そして外旋伸展内転移にしたときに、この上腕二頭筋長頭腱の緊張がどれぐらい高まるのかっていうのを実際、直接目で見て、そして腱体、まあこういうふうに腱靭帯筋肉をつけたままで動きますから、今回は低用量ホルマリン固定っていうので、関節がしっかり筋肉がついたままで動きます。なので、こういうふうにしたときに、ここに緊張が来るかどうかっていうのを観察することができます。で、またですね、例えば、この上腕、極上筋ですね、極上筋なんかも、こう外旋にしたら、こう全部繊維がですね、伸びるよとかって言われてるんですけども、その様子なんかも、ここを実際、皮膚を剥いで、肩を露出させて、こう外旋にさせたときに、極上筋のどのあたりがちゃんと伸びているのかっていうのを見るわけですね。今度この内旋した時はまたこれはこれで、まあその極上筋が伸びるというふうにこの本の中にも記載があります。なのでそういうのを実際体感として感触として味わいながら視覚として見ながらやりながらっていうふうにやっていくと、もうかなり学習効果が高い、まあ実際に使える知識になっていくと思うんですね。なので、こういうのをやろうとしてますんで、ぜひこういうのに興味あったら、まあ、これは事前学習しておかなければ、学習効果がないっていうわけではないので、もう来て、あ、こうやったらここが伸びるんだねっていうのを見て、そこで学ぶっていうだけでもかなり勉強になると思います。なので、10月10日、11日、オリエンテーション9日になりますんで、オリエンテーションも参加してやってください。で、そこで、フィリピンで勉強会をやっていきましょう。